多分なんですが、正確な日付はわからないんですけども、値下げをするということは確かなんですが、松屋の牛丼が、今は320円が、70円ではなくて80円引きになるということですね。相当安い、最安値ではないかと思ってるんですが、前は250円ということがやっていたんですけども、その時は、80円引きのようなイメージがあったんですが、でも320円から80を引くと240円の円になるんです。で、今回の金額になるので、前は250円だったから、そうすると320から、250を引くと70円引きになるのかなと思っていますが、まあ、吉野家、すき家、吉野家、松屋とあるんですけども、やっぱり、牛丼は松屋の方が、ここのところは美味しいかなと思いました。吉野家もまあ美味しいんですけども、吉野家豚丼の方が美味しいし、好きだと牛丼がちょっと甘いのです。